3月5日火曜日です。今日は午前中トポコタニクリニックというところの取材に来ました。でいくつか取材の目的があったんですけれども、一つ目に取材したのが、健康教育、プログラムというものを月曜日から木曜日までその病院でやっています。で基本的にその病院で受診される方は、その健康教育を、受けてくださいというふうになっていて、そうですね、幅広い年齢層、8歳、9歳ぐらいの、幼い子たちから本当にシニアの方まで幅広い方々がそのクリニックに参加されていました。で MSF のエキスパート患者さんの方からエイズに関する説明だったり、どういうふうに診断治療ができるかという話をしていきます。結核もかなり深刻な病気なので、いろんな角度から健康教育の話をしていきます。取材をしていただきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱりそういう地道な活動しかないのかなというふうには思いましたね。とにかくその病院でやってるぞということをちゃんと皆さんにその口コミですよね、こういう社会ですから口コミで広がっていって、ぜひ聞いてくださいということで、一人が来てその話を聞いて、そしてまた戻っていってこういう話を聞いたということを、やっぱり地域社会、村であったりとか、そういうその友人たちに話をして、また関心があればまた来ると。だからそういう本当に一人一人のなんて言うんでしょうか、一人一人に伝えていくという本当に地味な作業だけども、多分これがないと進まないんだろうなと思いますね。通常病院は患者さんが来られるのを待つという医療施設になると思うんですね。なかなか患者さん待っているだけでは病気のことをお伝えしきれないので、いろんな MSF のスタッフが村だったり教会だったり工場だったり、そういうところに出向いて、できるだけ話す機会を設けるようにしています。投薬を続ければ寿命を全うできますし、実際スワジランドでエイズを抱えながらも毎日薬を飲んで本当に元気に暮らしていらっしゃる方たくさん見ました。で彼らのやっぱ表情がとても明るいというか、彼らも自分が納得して治療を受けているので、もちろんそういう意味での自信というものもあるからだと思いますけれども、完治はしなくても病気とともに一定の健康を保って生きていけるっていうのは必ずしも悲観的なことではないっていうことを、ものすごくそのエキスパート患者さんを見ながら感じました。それとアフリカの人たちの何て言うんでしょうか、持っている明るさって言ったらなんかあまりにも単純すぎるんですけども、前向きなというんですかね、そういう言い方もあると思いますけども、そういう気質というかは僕も何度もアフリカに来てて、思いますね。